よかったねー。エース。そう、泣かせに聞くみたいでさ。そうなのよ。でもさ、その分さ、出るでしょ。出るけど。うち大変、猫もだから、3匹がもう、朝から晩までうんち取っとんの。大変だっつうのも。でもまあ、だってあのさ、絶対無理かなと思ったみかんが痩せてきたんやから。どれぐらいだ、すごい良かったかな、やっぱりね。ちょっとずつね。結構すぐ分かったけど。みかんは長かったね。時間かかったわね。よかった。うん、でもさ、やっぱり長い目で見てあげたら、いいんじゃないの。で、おやつあげないことだね。おやつは、もう。すごいずっと舐めてるからさ、あの、餌を。美味しいんだね。お腹空いてるのかな。他のものはまたあげてないの？たまに。ささみのやつぐらい？あのね、あのガム、アボガドの歯磨きガム、カノンさんでやってる。あれ寝る前に。あげる。寝る前。寝る前ダメか。夜。ダメ。寝る前あげたら。でもう、この人はささみだけだもんね。ささみ、あと納豆。納豆？人間用の？もう私納豆食べないの、この人納豆食べるのよ、もう。人間用の？あげていいの？あげていい。タレつけずに？タレつけずに。タレなしのが売ってるから。すごくない？ここら辺。あの、スプーンで。あ、食って？スプーンで一口ずつあげる。あ、そっか。もう欲しがるからさ、しょうがない。そうなのよ。しょうがない。私あんまり納豆食べないけどさ、もうこの人のためにさ、納豆を準備してるんだっていう。納豆はね、体にいいから、いいんじゃないの？そうなんだ、いけるんだね。うん。前はヨーグルトも買ってあげたんだけど、私ヨーグルト食べないからさ、もうさ、もうや、ね、ヨーグルトはやめてって言って、勘弁してって言って。納豆がまだやってるから。わかんないけど、納豆でいいでしょみたいな。あんたも取っとくか。ちょっと。ルーくん、大きくなりましたか？しかめつらないですね、もう。あ、笑ってる！よかったねー！笑ってる。お、笑ってる。あ、大きくなった。まあ、ほんと、変わった。変わったね。表情変わったね。よかったね。キラキラ笑って。あ、そうなの、なんか面白いんだ、きっと。今ママヤスに触りたくてこうやって行くけど、これ撫でれなくて掴んじゃうからさ、毛を掴んじゃうから。ギャーンって。よかったね、よかったね。会えてよかったね。ちょっとやめなさい。ちょっとどうか。暑いね。